富士通富士通コネクテッドテクノロジーズ富士通モバイルコミュニケーションズ富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社はかつて存在した富士通グループの携帯電話メーカー富士通本体の完全子会社である富士通コネクテッドテクノロジーズの完全子会社で富士通ブランドで携帯電話の開発供給を行う企業であったかつては東芝との合弁会社として 富士通、東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社であった。KDDI、沖縄セルラー電話連合、ソフトバンク、E アクセス向けに端末供給を行っており、かつては NTT ドコモ向けの端末供給も行っていたが、その後、ドコモ向け端末は富士通本体のモバイル本事業本部が担当し、さらに富士通本体から九州分割により、 受け皿会社として2016年2月に設立された富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社へ継承された。2010年6月の基本合意後、同年7月に統合契約締結した富士通と東芝の携帯電話端末部門の統合会社ではあるが実際には同年10月の事業開始時点では東芝の社内カンパニーであった。 モバイルコミュニケーション社のみの受け皿会社であった。富士通本体の携帯電話端末部門が開発、製造、販売していた携帯電話端末は富士通東芝の事業開始後も継続して富士通本体が手掛けており、富士通東芝は東芝ブランドでの携帯電話端末を手掛けるという分業体制になっている。東芝ブランドで 携帯電話端末を出すのは2011年度分までの措置であり、その後は富士通ブランドへ移行していく計画としている。そしてその計画通り、KDDI とソフトバンクモバイルからは富士通、東芝、富士通モバイルとして富士通ブランドでの端末の供給が開始された。しかし、それでもドコモ向けの富士通ブランド機種はすべて富士通本体が手掛けており、 東芝が撤退した2012年以降、後日の富士通本体からの事業分割と富士通モバイルの統合まで富士通モバイルは旧東芝 MC 社のみを引き継いだ状態にあった。事業開始スキームとしては2010年8月にまず東芝が MC 社の受け皿会社となる FT モバイル株式会社を全額出資で設立。同年10月の事業統合に際し、 FT モバイルに MC 社の全事業を移管するとともに、富士通が FT モバイルの全株式の8割長を出資し、富士通が連結子会社化すると同時に、富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社に称号を変更する形をとった。事業開指示の社長には、富士通の携帯電話端末事業を担当する執行役員常務の大谷信夫が起用されている。 東芝 MC 社時代の主力開発拠点は東芝日野工場であったが事業統合に伴い開発拠点を富士通本体と同じ富士通川崎工場に移したため東芝日野工場は閉鎖された。なお富士通との事業統合以前に東芝から発売された携帯電話端末の修理、サポート等はこれまで通り東芝が担当し同社大梅事業所内に新たに置かれた。 モバイル事業統括部でその任に当たっている。2014年以降は NTT ドコモ向けの機種の開発を専門で手掛けている富士通本体と異なり、KDDI、沖縄セルラー電話連合、及びソフトバンクウィルコム沖縄連合向けの各機種の開発がそれぞれ長期にわたって休止状態となっている。また、ドコモ端末の開発については2016年2月に 設立された富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社が九州分割にて継承し担当させる。これに伴い当社は富士通コネクテッドテクノロジーズの完全子会社となった。その後2018年10月1日に富士通コネクテッドテクノロジーズに統合され8年の時を経てついに富士通と旧東芝の携帯事業の一体化が果たされた。 2011年までの機種は、カタログや機種本体では、東芝の表記が見られ、テレビ CM では、富士通の表記となっている。ちなみに、NTT ドコモから発売された東芝ブランドの、レグザホーン T-01C を除き、2010年、冬モデル以降の富士通ブランドの機種は前日の通り、富士通本体の開発、製造、発売であるため、また、T-01D 及び、 t-02d は t を監視ながらも、富士通本体が開発、製造、発売している、いわゆる、富士通レグザのため、以下には含まれない。しかし、2011年末モデルの回 -09c などの NTT ドコモ向け端末及び2011年末、モデルの au 向け端末のレグザ4イーズ1 1 t にはいずれも、旧ソフトバンクモバイル向け東芝製端末に、 搭載されていたキャラクターの空満が搭載されている。そして、レグザ形態やレグザホーンの相性はないが、主に回マイナス 01C 以降の富士通製の携帯電話でも、東芝の液晶テレビ、レグザの技術が反映されている。富士通製、東芝製品名の括弧内の型番は、実際の製造型番。また、星印が付与された製品名は、Q、旧。 東芝 MC 社時代に開発された製品となる。2010年、編集2011年、編集2012年、編集2013年、編集2010年、編集、ドコモ向けとしては、唯一の旧、東芝 MC 社時代で開発された機種となる。型番には東芝を指す、T が使われ東芝ブランドで発売されたが、ドコモの扱いは、実質富士通製同様だった。さらに、 後継機種の T-0HD 及び t 0 2 d は前日の通り富士通製、富士通ブランドの富士通レグザのため、ドコモ向けの東芝ブランドの機種としては最終機種となった。ソフトバンクブランドの F スマートフォン端末におけるソフトウェアアップデートの配信については2017年3月31日をもって全て停止される予定で、以降は預かり修理の形で対応する予定。 2012年、編集富士通ブランドとしては、デジタル本時代の DP-125 以来となる端末で、東芝 MC 社時代を含めてから遡ると、ソフトバンク X-02T 以来となるスマートフォン。同時期に発表されたアローズ X-10、T-A ローズ、ZISW13 回等よりも、ドコモの富士通レグザに当たる T-02D との、 共通項が多く見られる。2013年、編集2013年、編集富士通、ドコモと東芝、ソフトバンクの間では、東芝のソフトバンク 821t が、富士通の方は楽楽本3の類似品であるとして、2008年3月に訴訟問題となっている。2009年4月には会したが、事業統合とこの訴訟問題の関係は、 和解内容が非公開のため不明である。詳細はソフトバンク 821t 販売差し止め申し立てを参照。ありがとうございます。